どうも、ハリソン山中です。何してんの？ハリソン山中が選ぶ好きなマクドナルド。ちょっとやめてください。ハリソンさん、僕らの令和ロマンの YouTube チャンネルなんで。ベスト3。ハリソンさん、やめてください。面白いじゃありませんか。喋るの遅いんだよ。喋るの遅いんだよな、ハリソン。教えて、一個一個の動きが。今日は、休暇日です。知らねえ。いつもね、ウイスキー飲んでるから。今日は飲まない日とか知らないですけど。あれ、何やってんだよ。私は水をゆっくり飲むとき、最もエクスタシーを感じる。気持ち悪いって。地面師とかがその人を騙した時にとかでしょ。第3位、勝手に進めんな。第3位に凝りますしょうもねえやつやんなよ。ハリソン、ハリソンなんかをバシッと決めろよ。第3位2個ありますなんてねえだろ、ハリソンが。第3位2個たまにあるけど、それなんか納得いかないランキング。ソフトクリームとアップルパイです。甘い系いくなよ。なんで甘い系いくんだよ。まずソフトクリームですが、コーンという非常に不安定な土地に対して、土地じゃねえよあれ。ソフトクリームという非常に立派な建物が建っている。建物じゃないよ。これは相当優秀なデベロッパーが開発した。デベロッパーが作ってない。山本コーチ関係ないから。そしてアップルパイですが、パイ生地という非常に不安定な土地の中に、土地じゃねえって。リンゴという大量のテナントを入れて、何を言ってるんだよ。これは非常に優秀なデベロッパーです。デベロッパーじゃねえって。こちらも第3位にさせていただきます。1個にしろ、絶対に1個にしろ。一口どうですか。いらねえよ。今度有給をたくさん使おうと思ってるので一本開けときたかったので。いやいや、あったけど、海外行くからその前に1本開けとくみたいなのあったけどさ。あれ、電話してる。もしもし、今日の9時から3名っていけますかね。何の予約してんだよ。そんな電話しないよ。そんな電話で使う携帯じゃないよ、それ。名前が地面師でお願いします。バカじゃん。職場でするよ。あ、地面師、地面、伝わんないって。急に地面師って言われても、ハリソンで。ハリソンだよ。山中にしろよ。ハリソンに住んで。あれ、第2、チェルミコのグッズ着てる。ハリソン、チェルミコ好きなんですか。大好きです。意外、意外っす。ハリソン、チェルミコのグッズ着てる。めっちゃチェルミコじゃん。ハリソン、ハリソン、アーティストのグッズとか着るんですか。意外なんですけど、ハリソン、チェルミコ好きなんですか。え、はい、チェルミコはアーティストの中で最もアーティスティックで、最もミュージカルで、最もチェルミコチックな。大ファンじゃん。大ファンじゃん。最強だと思ってるじゃん、チェルミコ。第2弾目コーナー。早っ。第2ユースピの早っ。枝豆コーン。枝豆コーンです。枝豆コーンってそんなんでしたっけ。そんなんあるでしたっけ。枝豆とコーンを合わせた、あー、サラダみたいな。はい。珍しい。ありそう。マックの好きなメニュー。え、一度私が狩りの時に枝豆コーンを持っていき、断層に枝豆を詰めてくる。絶対ダメだよ。故障する。さすがですね、ケプリさん。10が終わりました。時間返せよ。時間返せ。会話が遅すぎる。実はジョイと仲いい。1位教えろよ。ジョイと仲いいの。実はジョイと仲いい。いや、タレントのジョイ。仲いいの。ハリソンだ。
豊悦じゃなくて、ハリソンだ。はい、ユージが嫌いです。知らねえよ。ジョイ好きならユージも好きだろ。絶対にそう思い、ユージを何度か誘ったことがあります。何？一緒に仕事をしないかと。うん、自分自身誘ってない。速攻で通報してきました。めっちゃ正しいじゃん。すぐ通報したんだ、ユージは。度胸わかります。すごいよ、よく無事に来てる、ユージ。釣られたな、ポッター。1位を発表しろって。ハリソン、ハリソン、何、バーガーじゃないの、1位は。ハリソン、スプライト。飲み物、1位飲み物。一緒すぎんだけどね。マック行くなよ。スプライト、スプライト。ハリソン、ハリソン帰っても、ハリソンごめん、待ち帰ってくれ、頼むわ。こ行けなくない。剃ってください。あなたが剃ってください。いいぞ、小池栄子の髪掴んでたシーンなんで。あなたが剃ればいいでしょ。小池栄子の髪掴んでたシーンやんなくていいんだよ。よろしいですか。分かったよ。何なんだよ。あれ、ハリソンさん帰ってください。はい。なんですって、東京駅の真上のビルが売りに出されている。そんなわけねえじゃん。名称は大和証券。いや、まず大和証券のビルじゃないと思う。レッツ詐欺。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。